そうですよね。そう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 。全然違うと思って。そう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 。テンションが上がりすぎて。なんかこう子供の頃にね、こう本当は好きだった色とかそういうのを小物でこう持てったりとかすると、うん、洋服ではね身につけるのはちょっと抵抗あるけど、うん、そういうもので持てる色合いをなんかこうね使えたらなっていう感じとか、あとまあデザインとかね、そういう感じのイメージなんですよね。うん、はい。ミレムさん、愛がありすぎる。ああ、愛がね。なんか大きい、愛が大きいから。はい、了解です。すいません、あの、はい、急なちょっとミーティングの設定をありがとうございました。この間あの前回メールにも書かせていただいたあのチョコペン、あれやっぱすごい良くて、であの、まあ、それご相談だったんですけど、あのチョコペンをあのとこメガネのケースの方はあのなんだっけマジックみたいな方のペンで、で、サコッシュの方はそのもうペンシルタイプのチョコペンっていう風に分けた方が説明も分かりやすいかなとは思って、はい。はい、実際にあれってこう初心者の人が作ったら、うん、じゃあ何分ぐらいで作れるの？いやウクレレと一緒で、ウクレレと一緒で、そうなん、そうなん、そうそう、あのこのね、一日でできると思っちゃいけないんですよ。刺繍も本当にあのこれができるんだなっていうふうにもう楽しみに、そう、あの夜の時間を過ごすとか、私の、ね、ちょっとの時間を過ごすとかっていう感じで、あのやってほしいから鉛筆でちゃんと落ち葉に描いたりとかするんですよ。そのスピード感が必要ないようにっていうか。20、縦20。